昨日から夏祭りが開催されている名古屋城では、かき氷などの屋台が並び、江戸時代から残る重要文化財、隅櫓の一つが期間限定で公開されるなど、多くの観光客でにぎわっています。石垣や建物からは距離を取って、おととい発表された南海トラフ地震臨時情報を受けて、城を管理する名古屋市は、アナウンスや張り紙で石垣や古い建物から距離を取って観覧するなどの注意を呼びかけています。怖いですね。そうですね、崩れたら気にはなってるんですけど、なるべく日常と同じように、せっかく旅行も予約してたので、できる限りの注意をしながら過ごせればいいかなと。市の担当者は、万が一の時に身の安全を守る意識を持って観光を楽しんでほしいと話していました。